おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も幻想乙女のおかしな隠れ家続きやっていきましょう。前回はねバッドエンドにたどり着きまして、アンジちゃんが一周目というかそのアンジちゃん編同様吸血鬼になってベル君を殺して、最後まあ処刑されるとこまでは映されなかったけど、まあ後ほどね多分処刑されたんでしょうねっていう終わり方でした。で今回は、選択肢ですね。これアンジェのこと守りたいって言うんだよね確か。あれどうすんだっけ。あ、オルゴールを聞くんですね。思い出のオルゴール。いやこれめちゃめちゃいい。マジアンジェ、あの時アンジェが教えてくれたこと僕だって今でも覚えてるよ。本当に強い人っていうのは自分の進むべき道を自分で見つけることができる人のことなんだって。そうして自分と自分の選んだ道を最後まで信じることができる人のことなんだって。信じていたさ、信じていたいんだ。でもなんでなんだよ。僕頑張ってるんだよ、頑張ってるのにうまくいかないんだよ。そもそも僕がやっていることは本当に正しいことなのか、僕がアンジェを苦しめているのか、なら僕は一体。僕は一体どうしたいんだ。さあ、前回はアンジェを守りたいを選んでバッドエンドになってしまいましたので、強くなりたい。どうなる？そうだ、僕は強くなりたい。ずっとそう思って頑張ってきたじゃないか。それにここまで来て今更引くわけにいかないんだ。アンジェを守ることができないなら僕は弱虫のままになる。あ、お、ああ、これまでのアンジェちゃん、待って、シンシアちゃんを殺した時ベル君いたの。ありゃまー、土曜日か。お、自分を殴ったかい。そうだ、時間がないんだ。悩んでる暇も迷ってる暇も。うん、あ、動ける。え、どうするんですか。あ、ん、これか、違うか。ん、武器。え、あれ、これあったっけ、こんなん前も。いや、まあ手に取っておく。そうだな、武器の手入れでもしておくか。多分それ以外にきっとやることないよね。だよね。ちょっと もっと調べればよかった、周りを。あー、ここでまたシンシアちゃんが出るんだ。わー、でもそっか、目の前でシンシアちゃんが殺されるところを見てるんだね。弱虫。え、喋ること違う。なんだよ、バカ、弱虫大嫌い。知ってるよそんなこと。だから頑張ってるんじゃないか。シンシアは引っ込んでろよ。そういうことじゃないわよ。違うのよ、そうじゃないの。あなた何も分かってない。何？アンジェはね、ずっとバカ。何が違うんだよ、他に一体どうしろってんだよ。ええ、待てよ、まだ話すことが。あ、消えた。なんだよ、
言いたいことだけ言って逃げやがって。しかもね、なんかすごい地響き鳴らしながら去ってったけど、ジーンって弱虫だなんて分かってるよ。だから強くなって、大きくなって、強くなって。何をしたかったんだっけ。サタデー、ついに、ついにここから出られるのね。あれ、あれ、アンジちゃんが、こんにちは。久しぶり。アンジちゃんをまさか動かすことになるとは。え、なんで、うん、ちょっと待って、一回セーブ、セーブ、セーブ。セーブをしますが、まさかアンジちゃんを動かすと思ってなかったからびっくりだよ。別にこの辺を調べることはないよね。あ、まあ、いいか。え、いいのかな。え、一回出てみる、じゃあ。はい。ん？お、え普通に出れちゃったよ。あれ、ベル君はどうした？あれ？あ、え、だってさ、あのアンジェちゃん編の時はさ、こう部屋をガチャって出た瞬間にさ、満月で夜で、わあ月が赤いなーって言って捕まって火炙りになったよね。うん？今は何時っていうか、なんだ、お昼なのか。結構暗いけど、ちょっと行ってみるか、とりあえず。あ、誰もいない。なんで、あれ、ベル君は。はい。あ、何、あれ、月赤くない。ってことはでも夜なのか。月出てるってことは星も出てるし。やばー。びっくりした。あれ、ここは、あれ、ループしてる、もしかして。ん、なんだ、うえ、わあ、あれ、しかもなんかもっと夜更けになった。え、ちょっと待って、戻れんのかな。戻れはする。あれ、あ、道を続い、うん、うわーい、どうして歩いても歩いても景色が変わらないの。そうだよね。あら、しかもだんだん暗くなっていくだけ。え、うわ、うわー、月赤くなっちゃった。あ、はいはいはい、こんにちは、いかがいたしました。あー、うん、あい、はい、見つけたぞ、吸血鬼だ。結局こうなるんかい。あ、おじさん、銃は揃ってるか。構えろ、合図と同時に撃つんだ。え、なんか思ってたより人数少ないじゃん。もっと大人数で攻めてきたかと思ってた。え、撃つって、どうして、なんで。黙れ吸血鬼、クソ、村娘の姿を借りやがって、化け物のくせに。吸血鬼。あ、ベル君。ベル。逃げて、アンジェ。どきなさい、ベルント。嫌だ、どきなさい、絶対に嫌だ。いいからどけ、さもないとお前だとしても。なら撃てよ。わかってるさ、父さんは昔からそういう人だ。逆らったらどうなるか、覚悟くらいしてるよ。アンジェ。これで分かっただろ、あいつら本気なんだよ。早く逃げろ、出ないと死ぬぞ。あ、お、え、あー、動かしてないです私。え、アンジェちゃんが逃げましたが、あ、私が動かすんですね。はい。なんと、まあ。ちょっと戻れる？戻れないか、さすがに。ベル君の気持ちを踏みにじって戻るなんてことできないか。あれ？これ、ちょっとめっちゃ迷うのでは？あ、ちょっと、こういう道私苦手なんだって、ちょっと。あれ？こんな道通ったことあったっけ？うわーっと、びっくりしたね。シンシアちゃんですか？こんにちは。アンジェ、
もうあなたは気づき始めてる。今までの風景が幻想だってこと。紳士は何を言ってるの？本当はずっと聞こえていたんでしょ？あなたに呼びかけていたあの声が。え？わ、わ、あの時の声。え？何？あ、走れないし。あ、これか。あー、あの落書きね。アンジェちゃんがしたって言ってた落書き。カレンダーだ。お母さん。え？何？どういうこと？ソロモン・グランディ。月曜日に生まれた。火曜日に洗礼を受け、水曜日に結婚して、木曜日に病気になった。金曜日に病気が悪くなり、土曜日に死んだ。日曜日には埋められて、ソロモン・グランディは一巻の終わり。一週間で死んじゃうの？ソロモン・グランディって気の短い人ね。お母さん初めて出てきたね。そうよ、一週間で死んじゃうの。でも一週間って短いようで意外と長いのよ。人生とも同じ。うーん。アンジェはどうする？人生が一週間しかなかったら。そんなの絶対嫌だわ。日曜日のおやつの時間が一度きりしかないじゃない。ベルトだってちょっとしか遊べないし。そうね。あ、びっくりした。アンジェ、どう？は、世界が変わったね。アンジェ、聞いてから。これ多分ベル君だよね。あ、部屋がだんだん崩れてきた。走れ、うわい。お願い、アンジェ、聞いて。あ、救い。あ、え、真っ暗になった。はあ。あ、でも調べられるわけではないのか。うわい。アンジェ、本当は分かって、な、おかしなことに。あ、分かった。この、これ、あれだ。あの、アンジェちゃんが吸血鬼状態になった時のベル君の呼びかけでしょ。わ、今鳥肌だった。あ、動けない。アンジェ、アンジェ、目を覚まして。何？誰？アンジェ、どうしたの？その血は、アン、うわ。あ、妖精だ。あ、違う？え、何？どういうこと？え、お母さん？今の。あ、吸血鬼によって惨殺されて、アンジェちゃんが一人だけ生き残って吸血鬼になったわけじゃなくて、アンジェちゃんが吸血鬼になってお母さんを殺しちゃったってこと？お母さん、あ、私は、そうだわ、本当は分かってた。私は吸血鬼。紳士を殺したのも、あの子たちを殺したのも、私。この妖精ちゃんたちだよね。お父さんとお母さんも。お父さんもだったの？ベル。
全然違う。吸血鬼用の特殊な罠だ。お前がいくら暴れてもほどけないぞ。くそ。いただ、グラフィック細かいね。痛えな、畜生。どうしていつもこうなんだ。これじゃ何もできないままじゃないか。何か刃物は。そうだ、このナイフを使って縄を切れば。この状態じゃ手が血だらけになるかもしれないけど、その程度。わあ、痛い。D だろ。うわ、びくしゃー、アラーム。お前おやおや、出会い頭に失礼な。君の村ではお礼代わりに銃を撃つのかい。くそったれ。知らないとは言わせないぞ。お前は去年村を襲った純血の。なんでお前がここに。アンジェは。アンジェ、あの少女のことですか。彼女は素晴らしい逸材だ。ハーフ吸血鬼なのにもかかわらず自我を保っている。え、ハーフ、クォーターじゃないの。途中危ない状況に陥りましたが、君のおかげで何とか持ち直しましたしね。お前だけは絶対に許さない。今ここで殺してやる。普通の銃で純血が殺せるとでも。そんな無意味なことをするよりも、君のこれからについてのアドバイスをさせていただきたいのですがね。どういう意味だよ。さすがの私もいい加減に見ていられなくなってきたものでね。君はいつまで悪あがきを続けるつもりなんです。こんなことを続けても意味なんかないでしょう。君の努力はいつまでも報われないし、誰に認められることもない。アンジェのことは心配いりません。私が同胞として引き取りますから。もういい加減に諦めなさい。嫌だ。どうして。僕は強いからだ。俺は強いからだ。それにお前なんかの言うことを聞くわけないだろう。アンジェを探しに行かなきゃ。あ、やば、こんなところで D に会うなんて。ちょっと待って、一回セーブして、ちょっとアラーム鳴ったんで一回ちょっと切ってまた撮り直します。すいません。はい、5時間後くらいです多分。今お友達が泊まりに来ているので、お料理をしてくれている間ちょっとだけ続きを撮ります。どこ行けばいいんだっけ。こっちか。あ、なにここ。アンジェちゃん、アンジェちゃん、うわー、久しぶり。うわー、びっくりした。妖精たちですな。そっか、ベル君は初見か。なんだこいつら。動けません。はい。楽しい楽しい、パーティーなのさ。パーティー終わればいつもの時間。
今日のごちそう、土曜のごちそう、美味しいお菓子に変わるのは、美味しくごちそうされるのは。それは強がり、愚かなあなた。新社長。うわっ、びっくりした。もう紳士は、うわー、出た。いやー、ちょ、なになに、逃げる、逃げるの、追ってくる。はい、逃げます、逃げます。まっすぐでいいのかな、まっすぐしか、あれ追ってこない。あー、危ない危ない危ない、ちょっとナメップするとこだったわ。はい、まだまだ来る、もう来ない。アンジュちゃんどこ、あれ、アンジェ、あ、いる、あ、いた、大丈夫かい。もういい加減にしてよ、アンジェ。え、あ、村人たちに歯向かうのはもうやめなさいって言ってるの。あなた、狩人でしょ。なら吸血鬼は殺すべきよ。アンジェ、何言ってるんだよ。そんなの、私にとっても迷惑だって言いたいの。あ、あれ？これベル君してんじゃないの？ベル君から見てもなんで月が赤いの？え？あんたの存在が私にとってはいい迷惑なのよ。父親にも勝てないくせに、狩人にもなれない、歯向かう覚悟も足りないあんたがついてきたって足手まといなのよ。どうして村は吸血鬼を殺そうとしてるのか、ベルには分かってるはずでしょ。去年と同じになりたいの。私はもう、私はこれ以上誰かをひどい目に遭わせたくないの。これ以上一緒にいるとあんたまでシンシアみたいに。そんなことになるならもう殺してよ。今この場で私を殺してよ。でないと私、私君が持ってたナイフを自分で突き刺したってこと？え？アンジェが死んだ。え？嘘？アンジェ、あ、え、死んでないじゃん。え？さよなら、ベル。さよなら。
アンジ。いや、あれは。吸血鬼か。信じる道を最後まで。いつの間に僕は自分を信じられなくなっていたんだろう。アンジェ、僕は君を救うためには終わった。マジで。え？こんなん、ハッピーなわけあるか。え、待って、トゥルーエンドあるでしょこれ。え、だってほら、このアンジェちゃん泣いてんじゃん。笑顔になるアンジェちゃんいるはずでしょここに。結局一人ぼっちになっちゃったってことじゃん。吸血鬼は逃げました。逃がしたのは僕です。すべて僕の独断でやりました。ヴァンパイアハンターの息子なのにもかかわらず、僕は何も理解できていない子供でした。吸血鬼がどんな存在なのかも、その恐ろしさも。申し訳ありませんでした。謝ったからといって許してもらえると思っているのか。世の中はそんなに甘くないぞ。はい、許してもらえるとは思っていません。ただ僕の気持ちを伝えたかったんです。おそらく彼女はしばらくこの村には近づかないでしょう。しかし5年後か10年後か、もし次に現れた時は、その時は逃がしません。必ずこの手で仕留めてみせます。一人前のヴァンパイアハンターとして。お前が失った信用はすぐには戻らないだろう。お前はその覚悟を持ち続け、誰よりも努力することだ。はい、頑張ります。もういい。頭を上げろ。大人になったな、ベルント。ちょっとハッピーエンドっぽく締めくくろうとしてんだよ。そうかな。ノーマルエンド。あー、やっぱりハッピーエンドっつうかトゥルーエンドではないということですな。おーもう一つのエンディングを見ることができましたね。なんとなく察していましたけれども、やはりトゥルーエンドではありませんね。おそらくですが、アンジェちゃん編の方が関係してるんじゃないかなと思いまして、あのパズル完成しなかったじゃないですか。このパズルが全部埋まった状態で、ほら、あとなおかつなんだっけ、好感度とかあったじゃん、シンシアちゃん、ベル君、なんかハテナハテナハテナの、あそこの好感度次第でなんかいろいろ変わる気がするので、ちょっとまたいろいろ分かり次第調べて続きをやっていけたらなと思っております。
では今回はこの辺で終わりたいと思います。なんで最後に噛むねん。ご視聴ありがとうございました。では次かその次か最終回になると思います。最後までお付き合いいただければと思います。おつぴよでーす。